稲沼水穂8月3日から1965年7月29日は日本の翻訳家、元岩波書店編集部長、科学史研究の先達とされる。1908年8月3日、東京都文京区高田豊川町に生まれる。東京府立第5中学校第1高等学校理科校類を経て、1929年に、 東京帝国大学理学部物理学科に入学する。1933年に卒業し、4月に岩波書店編集部に入る。1937年11月、病気療養のため退職する。1938年4月、神奈川県立厚木中学校の食卓に、同年6月から教諭になる。1941年、陸軍横菓士官学校の教授となる。 同年に日本科学史学会が発足し、その幹事の一員として、会務を処理する。1942年、文部省図書監修官となり、図書局第二編集課に勤務する。1947年、文部省科学官を兼ねて、科学局に勤務する。また、学術体制刷新委員会の委員に選ばれる。1948年、文部省を退官し、 再び岩波書店編集部に入る。同年四月二十四日、科学史学会再建第一回の総会で、幹事に選ばれる。九百四十九年、編集第一部副部長となる。九百五十年、編集第二部長及び図書課長、雑誌課長を兼任する。九百五十五年、編集部長となる。九百五十八年、時典部部長を兼任するが、 病気再発のため9月に休職し入院する。1959年に復職するも、1960年に再び休職する。1963年、岩波書店食卓となる。1965年7月29日、肺結核のため死去、去年57歳、同年8月1日、告別式が行われる。新村武氏によれば、 工事園の編集部は岩波書店の編集部から独立した別個の存在であり岩波書店の編集部は直接編集に参加することはなかったとしているが湯浅光朝によれば稲沼が工事園の自然科学系の全項目に修正を加えて統一を図ったという話を聞いたと解雇しており平田博士は稲沼がしばしば工事園のゲラズリを自宅に持ち帰っていたと解雇している ありがとうございます。